昨夜、いわゆる核のごみの最終処分場選定をめぐり文献調査の受け入れを表明した佐賀県玄海町長の車が焼ける火事がありました。警察と消防が出火の原因を調べています。こちら現場では規制線が張られていて、警察と消防が現在も実況見分を行っています。警察によりますと、昨夜8時半ごろ、玄海町の脇山慎太郎町長の自宅の向かいにある駐車場で、車が燃えていると近くを通りかかった男性から消防に通報がありました。燃えていたのは町長が所有する軽乗用車で、火は車の左前の部分を焼き、およそ15分後に消し止められました。町長の妻、信恵さんによりますと、出火当時、脇山町長は妻と共に自宅にいて、知り合いから車から火が出ていると連絡を受け、自ら消火活動に当たったということです。怪我人はいませんでした。特にエンジンとかも消して、もう完全に普通通りして、で中に入って食事してたんですよ。びっくりしますよ。ほらっていう感じで、あんな火って出るんだなというくらいやっぱ出てますもんね。地元の人たちは、俺の車が燃えたとも朝知ったと、それはびっくりするさね、火事で再現がなれば怖いさね。町長が核燃料のあれ受け入れられたんで、そういうのに関連してないといいなとは思っています。脇山町長は今月10日、いわゆる核のごみの最終処分場の選定をめぐり、第一段階となる文献調査の受け入れを表明していました。玄海町によりますと、これまでに脅迫の手紙や電話などはなかったということです。脇山町長は、車は年式が古く、電気系統の不具合の可能性があるのではないか、このような時期でもあり、ご心配をおかけしていることはとても心苦しいとコメントしています。警察と消防が出火原因を調べています。ではこの火事について、発生前から鎮火までの経緯をまとめました。はい、町長の妻、信恵さんによりますと、町長は昨日、火事が発生する前の午後7時半ごろまで自宅近くでお通夜に参列していました。そして午後7時40分過ぎに車で帰宅、その時に運転していたのが今回燃えた車でした。そして帰宅からおよそ40分後の午後8時20分ごろ、自宅で夕食を食べていたところ、知人から車から火が出ていると連絡を受け、自ら消火活動に当たったということです。ご自身で消火活動に当たったでした。はい、現場は町長の自宅の向かい側にある駐車場です。ここ道路挟んでね、はい、玄海町役場からはおよそ100メートルの距離だということです。はい、警察と消防が火事の原因を調べています。はい。